皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は2023年3月8日水曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。かつて舞は大丈夫とめぐみさんを大阪に帰らせたバンバ、親父さん信用したってとくるみちゃんを羽ばたかせるハルト、どちらも両方のことを静かにきちんと見つめて今一番必要であろう視点を手渡してる。自分じゃ気づけないこと、自分で自分を縛ってることあるよね。くるみちゃんからフライトナース挑戦の相談をされて、舞ちゃんのやりたいことやったらいいと思うという言葉はくるみちゃんにお父ちゃん一人にさせられへんと諦める言葉となった一方、ハルトのもう十分ちゃうかは背中を押す言葉になった。くるみちゃんにハルトがいてよかった。やりたいことやったらええ、昨日の舞ちゃんと全く同じセリフを言う吉春。これまで娘に甘え続けていた吉春には後ろめたさもあるだろうけど、この言葉は本心であり、彼自身も覚悟を決めるきっかけとなる一言なんだろうね。それを聞いたくるみちゃんの表情を見れば一目瞭然。ハルトのもう十分ちゃうかはくるみちゃんを保護者目線で見てしまっている視聴者としては嬉しかった。上辺しか知らない人に言われたら受け入れられなかったと思うけど、ちゃんとお父さんと自分のことを知ってくれてる人の言葉だから、すっと深いところに届いたんだろうね。くるみちゃんは父親に言えないことを舞ちゃんとたかしくんに相談、吉春は娘に言えないことをハルトに相談、家族以外の誰かに心の内を話せるようになった二人はきっと大丈夫だねって思えたよ。くるみちゃんが素敵ですよねってランプに視線を落としている時、ハルトはずっとくるみちゃんを見つめてた。なんとも言えない表情で、このなんとも言えないってところがとてもハルトらしいなぁと。コウタさんの歩みノートを読んだからこそ、子供が頑張ってたら親も頑張れるという言葉が出てきたハルト、僕も頑張らなあかんという力強いコウタさんのメッセージ、ハルトの心に刻まれてるんだね。離れたら離れるだけ強くなる、心も絆も、俺はそう思う。ハルトのこの言葉、コウタさんの元を離れて東京へ行ったことかと思ったけど、天国のコウタさんのことを言ってるのか。ハルトの中で素敵な結論が出せたみたいで泣けました。こっちの苦労も知らんと、ハルトも同じ悩み抱えてたんだよな。優しいけど不器用ってところがハルトと吉春の共通点なのかな。そんな父親を持つくるみちゃんだからこそ、ハルトの不器用さも受け止めて、ハルトも素直になっちゃうんだろうね。でも今の病院でもやれることいっぱいあるから、くるみちゃんはこうやって現状を肯定することでいろいろな夢を諦めてきたんだろうな。そうやって自分を納得させながら生きてきたんだろうな。くるみちゃんは吉春さんが一人では生きていけないと思い込んでいるから、津田さんと一緒になることを勧める。でもそれは当人に任せるべきことで、共依存の関係がより強くなっているのは吉春さんではなくくるみちゃんの方なのではないかしら。とにかく自分の代わりを作ろうとしている。
くるみちゃんが吉春さんを過剰に心配しているように見えるの。自分の病気を飼い主に隠そうとするすみちゃんや、こうたさんが亡くなった場所に居合わせたことが大きそう。正直言うと、くるみちゃんがずっと世話をしていたから吉春さんは何もできないままだったと思うので、飲んだくれる体力がある父親は放っておいて好きなことをすればいいんだ。下着の場所とかわからなくてもなんとかなるよ。本当に介護が必要になってからで十分よと切実にアドバイスしたい。停電になった瞬間にキャッとか言って抱きついたり、つまずいて覆いかぶさったりする展開じゃなくて本当に良かった。先が見えへん分、足元しっかり見るようになんねん。今の舞ちゃんにも吉春さんにも響く言葉でしたね。台風の夜に毛布にくるまる二人の描写は完全に子作りのメタファーだと思ってしまった。子供についての話もあったし、来週あたりポンと出産してるかも。ニューヨーク大停電の9ヶ月後にベビーブームが起こった話を思い出しました。吉春の何しにここ来たんや、本当面白い。朝ドラ特有の謎展開に登場人物自ら突っ込んでいくの、斬新すぎる。最終回はぜひ柏木公園で何かイベントをしてもらって、春とあたりになんでいつもこの公園やねんって突っ込んでほしい。動画の途中ですが、3月10日金曜日午後8時より舞い上がれが大好きな人たちが集まる生放送と題して、当チャンネルで生配信を行います。リアルタイムで舞い上がれの感想や好きなところなど、皆さんと意見交換をしながら楽しい時間を共有できればと思っています。お時間ある方はぜひご参加くださいね。よろしくお願いいたします。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。